どうもマナチです。車買っちゃいましたと言ってもですね、身内から譲ってもらったんですよ。で、その車が三菱のミニキャブバン、今1台エブリバン持ってますけども、仕事でも使えるのでぜひくださいということで交渉したんです。身内と言ってもやっぱりお金はねかかりますから、前のオーナーさんが僕にいくらで売るというにあたって、やっぱり一般的な査定を一度してもらってからその半額で売ってあげるよということで、今回2社見積もり行ってきたんですよ。1社目持ってったのがが3、そこで持ってって言われた金額が10万円。この車はまあ10万円ぐらいじゃないですかと、また何かあったら電話くださいねということで終わりました。で、2社目がオートさん、中古車の買い取りもしているということで、そこにも見てもらったんですが12万円。まあ僕もこの業界にいますから、まあそんなもんなのかなと思いながらも、いやいやもっとつくでしょうといろいろあったんですが、僕としては査定が安い方が安く買えるので、結果的に5万円で買ったんですよ。この後レビューをお流しますけども、皆さん見てみて、果たしてその車が査定で10万適正なのかどうか、エブリィとの比較をしながらちょっとレビューもしているので、ひとまずその様子を見ていただきたいと思いますので、行ってみましょう。どうぞ。はい、ということでこちらが今回購入しました三菱ミニキャブバンでございます。いかがですか。まず綺麗なんですよ。いや、綺麗にしたんですよ。カークリーニングやってますから。このメッキーフロントグリルですよね。これがね、キリッとしてね、この方いいんですよ。かっこいいんですよ。でね、まずボディの方なんですが、ほとんど磨いてないのでどうかなと思いますけども、傷がね、リアのゲートにちょっとあるぐらいで、ほとんど他は無傷な状態なので、まあ乗っててもね、なんかガタガタするとかそういうところはないです。タイヤもね、溝もしっかりと残っている状態です。で、このミニキャブはですね、多分3代目に当たるんですかね。で、4代目から、スズキのエブリィの OEM になってしまったので、この本当ミニキャブという形であれば最後の方になるんじゃないでしょうかね。そして隣にもこのエブリィをね、置いておりますので、簡単にね、比較をしてみたいなと思います。まあ外装はね、大きさはほとんど一緒なわけですよね。ライト等々少し形は違っておりますけども、ほぼ運転するにはまあ遜色ない、まあ外装、外見となりますよね。それでは次、内装を見ていきたいと思います。まずはミニキャブの方からになりますが、これ、窓ですけども、オートボタンがついているんですよね。ボタンとなっています。ロックボタンもこちらについております。で、鍵なんですがリモコンキーになってます。意外とね、便利なんですよ、現場だと。こういった鍵が、シートはこのビニールタイプになりますね、バンですので。エンジンはこちらの下にありますが、うん、非常に綺麗で状態も悪くないといった感じですね。はい、それではエンジンをかけますが、はい、走行を見てください。なんと 16,800 ということで2万キロ以下なんですよ。こちらがオーディオで CD、AM、FM となってます。エアコンがこの辺ですね。灰皿も一応ついております。ここに少しね、物を置けてシフトがセンターにあります。これがサイドブレーキですね。はい、助手席ですが、こちらにドリンクホルダーがついてまして、これドラレコもついてるんですよ。ありがたいですよね、仕事には大活躍だと思います。まあこの辺は軽バンといった感じで、運転席の方にもドリンクホルダーついておりまして、エアコンの吹き出しがすぐ上にあると。まあね、他はまあいかにも軽バンといった形でしょうかね。天井は広いですけども、まあ1列目はこんな感じですね。で、2列目と荷台ですね。これがね、よくこういった車ですと荷台の方に傷が入ってるんじゃないか、汚れてるんじゃないかということがあるんですが、それが全くない状態、非常に綺麗なんですよ。ここからね、いろいろ棚を作ったりもできるような状態になってますね。続いてエブリィの車内1列目ですがね、窓がね、このぐるぐるぐるといったやつになりますし、ただここにドリンクホルダーが結構ついてるんですよ。もう2つここについておりますし、収納もなんか多いんですよね。ちょこちょこしたところにいろんなもの入れられる。シフトがこの前面の方についてて、真ん中には少しこうやって物を入れられるように空いてますよね。その辺がね、ちょっとこの空間が広々使えるのかなっていう気はしますね。こちら AM、FM が一応ついてますね。はい。でね、これサイドブレーキがフットなので、ちょっとこの辺が狭いかなとは感じますね。長距離は難しいのかなと。続いて2台になります。
2列目を倒してどのぐらいの広さなのか、どのぐらい使い勝手がいいのか、どう違うのかっていうのを並べて見てみたいと思うんですが、こちらがミニキャブで、こちらがエブリーとなります。これシートベルトがね、これ中に入るか入んないかってこれでちょっとわかりますか。まあ外せますけどね、まあ、広さ的にはほとんど一緒なはずですよね。うん、形もそんなに大きく変わってはいません。まあいろんなものが乗せられますという感じですが、これ私一つ気づいたんですが、このね、2列目倒したこの隙間、ミニキャブこんぐらいなんですよ。もう5センチとかそんなもんなんですが、実はエブリーの方がですね、少し広いんですよ。拳1個分ぐらい入るぐらい。なのでこの隙間がね、何なのか、まあ傘でも来ますかね、わかりませんが、中に物落ちちゃいますかね、ちょっとその差があるというのはありますね。それぞれの性能といったところはちょっと置いといてですね、今回はこの見た目じゃないですけど機能性というところにちょっと着目してみました。やっぱり棚を作ったりするとね、いろいろなものを載せられますし、使い勝手がいいという意味ではこの軽バンというのは非常に重宝するんじゃないでしょうかね。エブリにしてもミニキャブにしても非常に今回は買いだったんじゃないかなと思うんですよ。一応ね、女性側から見ていますが、これ布マットなんですよね、ゴムじゃない。はい、で見た感じね、視界は広いですよね。助手席側から見ても非常に運転しやすいと思います。一応2列目をセットした状態がこんな感じですね。やっぱ乗り降りしやすいですよね、スライドでベンチシートっていうのは。はい、ということで本日はこのミニキャブ版のレビューでございました。はい、ということでいかがでしたでしょうか。いやね、見ていただいて分かったと思うんですが、これで査定額がね10万12万はちょっとないんじゃないかなとちょっと思いましたね。まあ車屋さんもいろいろあると思うんですよ、利益を上げるためにね、まあ、人件費だったり整備したりとかして、そこから利益を乗せてね、いろいろ販売するわけなんで、それはわかるんですけど、まあ、走行が2万キロですし、見ての通り綺麗な状態だったじゃないですか。まあ傷もねそんなついてないですからね、事故車でもないですから。それにネットで調べてみたんですよ。同じ年式で同じグレードのもので大体どのぐらいするのかなと思って調べたら50万60万はしましたね。もうちょっとね高くつけてもよかったのかなとは思いますけどもね、まあ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 結果論的には5万円でね購入できたので、それはそれで良かったんですけどもね。でやっぱりですね、車を売る場合というのは複数の見積もりっていうのはした方がいいと思いますね。軽に強い会社もあれば、国産外車に強い会社もあればっていうのいろいろ分かれてますし、複数見積もり取ることによって、まあ、高いところを選んでっていう売り方は、ね、皆さんしてるとは思うんですけども、時間はかかるかもしれないですけど、やっぱ高く売りたいですよね。で売るときはね、車は綺麗にしてから売った方がいいと思います。まあ、あとこのねエブリーとミニキャブということで比較少ししましたけども、まあね、どっちがいいって好み分かれると思うんですよ。ちなみに私はエブリーの方が好きなんですよ。軽バンというのは遊びにも仕事にもどちらにも大活躍するような車じゃないですか。まあ、カスタムもねしやすいっていうのもありますし、僕なんかはこの棚を作ってね道具を載せたりとかっていうこともしておりますので、今後もこの車でお仕事バリバリやっていきたいと思います。ということでこのチャンネルは車に関するレビューだったりケミカル、まあ磨きといったものをお伝えするようなチャンネルになってます。いいなと思いましたらいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。ということで本日はここまでの動画となります。また次の動画でお会いしましょう。それではまた。